ありがとうございます。受賞して今の感想はいかがでしょうか。そうですね、スポーツ数多くのある中で、なんか他の方の競技はどちらかというと野球とかサッカーとかもう一つしかない競技が多かったんですけど、その中で陸上競技やり投げという種目にこういった賞をいただけて本当に嬉しかったです。もう今でもたくさん自分の動画を見ることはあるんですけど、それでもやっぱり自分がやったとは信じられなくて、なんか魔法にかけられた自分が自分の意思とは関係ないところでやってるような、そんな風に見え自分の目には映るんですけど、でもこうやって今年最高の成績を残せたということはすごく自信になりますし、ここがまだゴールではないので、これから先に向けてとても励みになります。一つを選ぶのはちょっと難しいんですけど、でもやっぱり世界陸上の最終投てきでの逆転は競技場ではかなり多くの6投目の逆転があったんですけども、自分も そういうそっち側になると思ってなかったので、世界の陸上のファンの方々に日本人のやり投げ選手としてやり投げ選手がここで逆転という大きなドラマとともに記憶に刻まれたかなというふうに思うので、そこが一番印象に残っているかなと思います。世界選手権で金メダルを取ったので、やっぱりオリンピックでも金という気持ちは強いんですけど、4年に一度のオリンピックというアスリートにとって特別な舞台はやっぱり世界選手権と一味違うかなっていうのを東京で感じているので、自分もしっかり準備をして特別な思いを持ってパリに臨めたらいいなっていうふうに思ってます。そうですね、皆さんプロ選手、スポーツ選手の中、私は一応実業団選手というくくりでやってますけど、アスリートとしてはプロの意識を持ちながら、プロ意識を持ちながら競技に対して向き合ってるつもりですし、所属の支えもあって競技に集中できる環境をすごく整えてくださっている状態なので、本当に私を支えてくださる方々に感謝したいなというふうに思ってます。続けて室伏さんとも交流してましたけど、何か声かけられました？そうですね、久しぶりにお会いしたので、おめでとうございますと言っていただけて、でまた連絡くださいって言われました。ありがとうございます。